動画世界最速のストレートを投げる投手がこちらう。ジョーダン・ヒックス、105マイル、104.6 マイル、球速 168.3 キロ。That was a nice play by Lukin Baker over there at first. That was a nice play by Lukin Baker over there at first.早いか？大谷と対して変わらんな。チップマンじゃないんな。179の時代も来るわけやな。エンゼルスに170キロピッチャー入って活躍してるぞベン・ジョイスや。去年世界最速投げて話題になってたやつか。去年のやつはベン・ジョイスエンゼルス入った。なんか遅くて草。左の分チャップマンの方が早く見えるわ。そこれまで早く見えんな。濃紺だしシンカー系で空振り取れなくて爽快感もないしおもんない。またカージナルス。今永の方が体感早そう。数字ほど早く見えないのは球の質かな？チャップマンいつ見てもおかしい。左投手の方が体感スピード速く感じるらしいし、チャップマンの方が速く感じそう。ヒックスは速いだけで制球悪くて打ち込まれるんだよな。出てきた当初は話題になったがすぐに TJ となりこのまま埋もれそう。映像で見るのと、打席で見るのと、スピードガンの数字と全部はなかなか一致せんからな。やっぱりチャップマンよ。カメラの角度の問題やろ。最近ストレートよりシンカーのが速いやつがいてわけわかんなくなるわ。数値詐欺だな。アメリカの大学にもっと速い子おるんやろ。ベン・ジョイス君の方が速く見える。去年は先発やらせてみたり色々やっとるけどなかなか芽が出ない感じやな。小葉正とか川崎健次郎もそうよ。フォーシームだって普通シュートするし手首は外側に寝てるもんだから。シュート回転を機械的にシンカーに分類してるだけ。 WBC でも佐々木のストレートがかなりシンカー認定されてた。ジョジョブマンじゃなかった。チャンネル登録よろしくお願いします。